キララファンタジアだよ。私も頑張ろう。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。はい、ということでですね、今回はアラカルトってことで、末冠劇とクレイクラフトもスロースタートも空いてるようですので、シュガーの気持ち受け取ってくれる？そちらをやりましょう。はて、そうですね。ありがとう。ありがとうよ。よかったら。なるほど。感謝いたしますわ。サンキュー。ありがとう。落ちた。もしや。ありがとうございます。あ、でしたら。ねえ。あ、花は。え、なあ、まさか。そうだよ。シュガーなら甘いものはどれだけあってもペロリだよ。ありがとうございます。ぬふふ、わーい。やったー、甘いもの食べたいよ。いえ、もう。それより、
把握。なるほど。ええ。納得。ねえ。ちょっと。させず。ひずめだから。こんにちは。どうしたんですか？へえ。せやな。なるほど。すごい。そうや。それなら。行くよ。走る。うん。フラグかな。ホワイトデイイベントでもやるんかな。好きなら好きって好きな時に言えばいいのに、変な日だよね。みんなにと思ってたお菓子全部食べちゃった。ではですね、次にスロースタートのクラフトクエストやってみましょう。これが属性が、風属性の人たちを出動させます。仕切るなんてできるかしら。先輩らしいところ見せないと。まだ青汁のおまんじゅうが残っているな。今は我慢の時だね。お前ら一旦落ち着くか死ぬか選べ。まだ青汁のおまんじゅうが残っているな。行きます。どうかな、聞いたかな。これなら大丈夫かな。え、強い。そうですけど結構力強いですね。よし殴ろう。
しろ。アホか。なんでだよ、魔法で出せよ、サラダか。私に何かしたら次のターンでしばくぞ。いっそ気を引き締めなくては。立ち止まらず諦めないで。立ち止まらず諦めないで。やば、こいつ諦めんな。きっと大丈夫。倒されちゃうんで、これこれ一緒か。勝つ。これで決める。アフターヌーンティー。了解した。まずは最高を取り寄せ。必要なものが台車とリーセット。茶葉とケーキスタンド。お菓子とケーキ準備。あとは適量するだけ。これはどうしたものか。みんなのおかげ。これだけクラフトクエスト取って、これだけみたいですね。スロースタートを報告します。作りたいのか？私の家具に不備。ウララ冥王町を行きましょう。作りたいのか？これでクエストってできるんかな？しっかり練習すれば不安も吹っ飛び。少し助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならない？なんてね。いけますね。ウララ冥王町。水属性で行ってみましょう。ゆい。私もご一緒させてもらおう。やるぞ。やれるのか。お願い、間に合って。
っと大丈夫。こうすれば平気かな。飛ばしていきましょう。強いな、やっぱり。さあ、ボスクラスが登場です。きっと大丈夫。飛ばしてかかりましょう。まあまあのダメージ。倒しておきたい。正しいやり方は一つじゃない。うまくいくといいんだけど。どうかな、聞いたかな。踏ん張りどころだな。毒の手が毒と見てくれ。何かのもう今は我慢の時だね。これはすごくすごいよ。あのね、私実はロン心の壁発動。行くよ。させるか。もう回復するんだこいつ。ゾンビです。
バルーに行きます。かなこれ1万6000まで減ったんですが、結構減りますね。場所がいいかも。どんどんスキルレベルが上がっていくってことか。いい感じで減っていってます。もうちょっとか。これでとどめだ。メロ調です。これお気に入りの服なんだから。ん、私の家具に不備の二文字はない。いや、開始じゃない、終了です。クリアです。はい、ということで、今回ここまでにしたいと思います。今回は私が頑張らなくちゃ、愛のバレンタインチョコバトルの後日談というか幕間劇ですね。ホワイトデーにつながる OB クリエイクラフトやっていきました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。このキラーファンタジア、ポルカは幼馴染、クレアは可愛い。このキラーファンタジア遊んだ記録ですね、プレイリストに載せております。説明欄に載せておりますので、よろしければ見てください。またブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。